ブルージェイズの菊池雄星投手が9日、日本時間10日、敵地のジャイアンツ戦で8回途中まで自己最多の13三振を奪うなど無支給2失点と高騰も、約1ヶ月ぶりの白星を手にすることはできなかった。作季祭ヤング・少佐サワン・スネルとの投げ合いで、初回2試から4者連続三振を奪う立ち上がりを見せた。3回に初安打を許したものの無失点。だが4回。 先頭のラモスにカウント0対2からの3球目949マイル約1527キロの直球を打たれ中越12号先制ソロを被弾した続くコンフォートを空振り三振に仕留め毎回の7つ目の三振を奪うなど後続を断ったが痛い一発を食らった5回は2者連続安打で無失点塁の大ピンチ だがここからフィッツジェラルドとワイズリーを2者連続三振に仕留めると、マウンド上で気合いの表情。続くエストラダも夕頃に打ち取り、0点で切り抜けた。6回はさらに2三振を奪うなど3者凡退。今季自己最多の11奪三振とし、打線の援護を待った。7回にクレメントが逆転スリーランを放ち、勝ち投手の権利を得た菊池は続投。 先頭打者に中前安打を許したがメジャー自己最多タ対12個目の三振を奪った後マトスを3ゴロ併殺に仕留めたここまで7回1失点無支球 12K8 回2失点だった5月10日対ツインズに次ぐ今季2度目のハイクオリティスタート7回以上自責点2位以内を達成した8回も続投したが先頭のフィッツジェラルドに2号ソロを被弾 続くワイズリーから自己最多13個目の三振を奪ったところで降板となった7回3分の16安打2失点無支球13奪三振だった試合は9回死から3番テリチャーズが同点とされなお死2 23塁からさよなら冒頭3対4で逆転負けした菊池は前回登板の3日同4日本拠のアストロズ戦に先発も5回3分の2を5安打5三振 西球の二失点で防御率は四十二となった。開幕十三試合で八度六回を投げ切ったが、前回まで五投番連続で六回を投げ切れていなかった。